テーマとして、両極端のものとか、矛盾があるけれども一つの画面で成立しているものみたいな風なことを考えて制作しています。絵の具を重ねて削ったりとか、平面のところを削ってもっと平面にしたりとかして、画面のマチエールのバリエーションを作ってるんですけれど、テーマは、欲望についてで、画面の中にいろんな人間っぽい行動をしているモチーフがいるんですけど、あれは、人間が持っている欲望、だらけたいとか冒険したいとか大事だと思ったんです。欲望がそういうものを実行している人々が悪魔だといっぱいいて、そういう欲望を抑える方向にいろんな周りの声は聞こえるんですけど、その欲望というものがなければ人間は成立しないという推奨するわけじゃないけれど、そのグレーの部分に関わる感覚、欲望を肯定する画面を書いたところで、それは欲望を否定する画面にもなり得るというようなことを考えました。淀川という川のゴミを拾ってきて、作品を作っています。最初は拾って作ってると、お金がかからないっていうところが最初はあったんですけど、作ってるうちに何かこういろんなものが落ちてるんですよね。見たことあるけど、作品の素材としては使ったことないようなものがたくさんあって、それをこう拾ってきて、最初は淀川テクニックとして遊ぶような感じで作ってたんですけれども、そのうちこうあえて淀川にゴミを拾いに行き始めるんですよね。そのゴミの面白さみたいな、ゴミとゴミがひっついて作品になる瞬間っていうんですかね、そういうのが楽しくて、素材として使っていますね。鳥の中でかっこいいもの、ちょっと日本を意識させるようなものってなんだろうなと思った時に、鶏がいいんじゃないのかと思ってイメージを作っていったって感じですね。きちんと新作を書いたのが久しぶりで、現在5歳と1歳の子供がいるんですけど、その1歳の娘がを出産した後に出てきた作品なんですけれども、今回の新作は私が母になる前からずっと生と死とかそういう大きなものをテーマに考えてきてたんで、それをもう少し自分の中でこの大きく全体にというよりは自分の体験した実体験のすごくこうどっちかといえば個人的な感情も入ってる作品なんですけれども、もうそういうなるべく自然のものを、この土地の自然のものをちょっとお借りして、それを自分の手で加工して絵に込めていきたいなというのはずっとあるので、その全てが使えてるわけじゃないんですけど、なので今ちょっとその貝とか以外にも実験的に他のものを使ってっていうのはやってはいるんですけど、なるべくこうですっていうふうに説明をするのを避けてる部分があるのかなというふうに思うので、ちょっと分かりづらい作品かもしれないんですけど、それぞれに何かちょっと感じてもらえたりしたらいいかな、全然違う風に感じてもらえていいかなと思います。
もともと女性の中にある矛盾みたいなものを描くことをテーマにしてるんですけれど、今回はその矛盾をどう乗り越えていくかみたいなことをテーマに、ちょっとこういつもよりポジティブな意味も含めて書いてます。もともと女性らしくこう清楚でありたいというのと、そうじゃない方向に触れたいというような、なんかこう相反する欲求みたいなものが自分の中にあるなというのを感じてて、その2つの相反するものを同時にでも持ちながら生きてるなというのがあるんですけど、そういうのを持ちながら生きるのって結構生きづらさも感じるので、それを作品にしようとしてます。今回はタイトルが世界の片隅でというタイトルで、もともと絵を自分の絵が描けたなと思った最初の作品がコンビニだったので、その時のテーマの集大成みたいな形でコンビニをこう改めて書いてみると、あとその世界の片隅っていうとすごくこう特殊な空間のようなものなんですけど、日常生活の中でこう過ぎてしまう誰かのこう小さなドラマみたいなものに自分はそこにこうあえて焦点を当てて、そのコンビニの光っていうのが自分の中でスポットライトのようなものとして考えていて、あえてコンビニにこう焦点を当てて作りました。絵の中の雰囲気とか空気感とか肌触りとかを感じてもらいたいと思って絵を描いていたので、それをもっと伝えるにはどうすればいいかなって考えた時に、こう絵の中の登場人物を前に出してしまえば、そこがなんか絵の中の空間も外に出せるんじゃないかと思って、もっとこう臨場感を持って絵を見てもらえるんじゃないかと思って始めました。本当は舞台の演出みたいなものからヒントを得て思いついた手法であります。この作品も主に消しゴムでイメージを消して、その消しカスを立体にして、現実の世界に出すみたいなイメージで作ってます。一番最初に作ったものがお金の紙幣を消して価値をなくしてから、美術作品としての価値をつけるみたいなコンセプトで始めたんですけど、そこからいろいろ派生して、神様を現実の世界に出すとか、希少な動物を出すとか、もうちょっとモンスターを出してみるとかっていうのをやってるんですけどですね、色が消すと色ごとに消しゴムのカスが分かれて、そこが最初は面白いなっていうのがありました。結構古いものを選びがちな気はします。あまり消しちゃいけないようなものがを消すっていう方が新しい価値が付加価値がついていいかなって思ってるんですけど、価値っていうのも他の消しゴム以外のシリーズも作ってるんですけど、輪廻転生みたいなコンセプトで作ってて、こういう古いものも、日の目を見なくなったけど、作品として別の形で生き返らせるみたいな感じで作って